はい、どうも、シアツシのケンです。今ね、スマホで撮ってます。今日はね、ちょっとまあ、まだね、朝なんでこうね、寝癖があったりだとかして、ちょっとボサボサですけど、まあ、コーヒーもね、こう飲んだりして、まあ、くつろいでるんですけども、まあ、ちょっとね、一つ、どうしてもこう、発信したいことがあって、こう、今、動画撮ってます。まあ、今日のね、朝のニュースでもやってたんですけど、まあ、またね、なんか、女子中学生というかね、幼い女の子というか、まあ、幼いというか、まあ、15歳だったら、まあ、もう大人と子供のこの間ぐらいっていうんですかね、一番こういろんなものに興味があってこういろんなところにこう行きたい年頃というか、一番危ない年頃ですよね。一番大人から見て一番危なげなこう年頃の子なんですけども、その15歳の女の子がね、なんか遺体でこう見つかったと、まあ、そんな痛ましいこう事件がニュースに流れてたんですけども、まあ、僕は、ね、いつも、ね、そういうニュースを見るために思うのが、本当にね、普段我々がこうやって生きてると、あんまりこう見えてこないことっていうのがあるんですよね。まあ、それはどういうことかというと、結構ね、世間って犯罪者が多いんですよね。意外とっていうか、まあ、意外じゃないんですけども、結構立件されてない犯罪っていうのは結構あるわけですよ。で、その中でも人殺しだったりとか誘拐、殺人ですね、そういう捕まってない、事件にもなってないっていうのがね、結構あるんですよね。日本っていうのはね、年間10万人以上の行方不明者、あと3万人以上の自殺者がいるっていうふうに言われてるんですけども、その中でですね、見つかってる人が果たして何人いるのか、でその見つかってない中でのその行方不明者だと言われてる人たちですよね、行方不明者でこう、カウントされてる人たちの中で何人が闇から闇にね、こう葬り去られてるのか、まあ、変な言い方したらこう土の中でね、こう冷たくなってるのかって考えると、本当にこうね、ブルッとこう怖い気持ちになるんですよね。まあ、ニュースでやってるのはほんの一部の事件です。実際に本当にね、もっともっとその何倍もね、何十倍も行方不明になってる、子どもたちだとか、まあ、女の子、まあ、男の子でもそうですけども、弱い立場の人間ですよね。暴力っていうのはだんだんこう弱いものにこう流れてきますから、なんか弱い立場のものっていうのはやっぱりですね、気をつけないといけないですよ、日々ね。でその中でもやっぱり女性ですね、女の子、まあ、大人の女性でもそうですけども、本当年頃の女の子ですよね。15歳16歳、もう本当に中高生の女の子は本当に、ね、世の中にいる、もうこれはね、もう本当にもうどうしようもないやつっているんですよ、世の中には。でそういうね、そういう、多感な時期の多感な、世代のですね、その女性に対して異常な、ね、性欲というかね、その性癖がある人間っていうのも、ね、いるわけなんですよね。でそういう人間があるふとしたこのきっかけで犯罪に走ってしまうと、それも衝動的に、で衝動的にやってしまった犯罪でも、それでもね、やっぱなかなかこれ立件されにくいんですよね。なぜかというと、その接点がない、その被害者と加害者の中で接点が ないですし、あとこの突発的に起きた犯罪っていうのは捜査してもなかなかこの足取りがつかめない。でいずれ、もう迷宮入りになってしまって、時効を迎えて終わりになってしまう。時効を迎えるというか、もう行方不明者で片付けられてしまってね、もう本当死体も出てこない状態だと、もう事件にもならないわけですよ。まあ、今回のそのね、殺された、亡くなった女の子がニュースでやってたっていうのも、それで死体としてこう出たからね、ニュースになって、あ、まあ、そういう事実があったんだな、行方不明になってたんだなと。なんかね、花火に行った、花火大会の帰りに、友達と別れたと、なんかね、連れ去られたのかどうなったのか、事件に巻き込まれたのか知らないですけども、まあ、自分 本人に自らこう自殺したっていうのは考えられにくいので、やはり何かね、違う力が加わってそういう状態になったと思うんですよ ね。ここでね、僕が何を言いたいかというと、まあ、大人の、もう女性はもう気をつけてほしいんですよね。とにかくですね、夜道の一人歩きっていうのはもう絶対やめた方がいいですね。だから本当に、ね、毎日のことです、仕事に行ってる、ね、OL さんであれば、駅から降りて家までね、人通りの少ないこう住宅街を歩くと、そういう場合に、まあ、本当は歩かない方がいいんですよね。自転車に乗るとか、あとはまあ駅までね、家族に迎えに来てもらうだとか、彼氏に迎えに来てもらうでもいいですし、あとはまあ何人かね、一緒に帰る人たちと一緒に帰るというようなね、そういう状況をね、作るっていうのが僕大事かなと思うんですよね。やっぱり夜道で一人歩きしてる、しかも人気のないところで、そこでね、
ちょっと頭のおかしいやつがこうなんか、むしゃくしゃして面白くねえなっていう時に、何かねそこで突発的な犯罪に巻き込まれることっていうのはないとは限らないんですよ。で僕はねやっぱそういう時にですね、歩いてる時にやっぱ何かこの防御策というか何かねこう対抗策をね持って、それでこうねちゃんと危機管理を持ってこう毎日生きるという生きてほしいなと思うんですよ。本当にやっぱりねいいのは、まあ、よくあるこうね歩きながらこう携帯を離しているふりをするだとか、するだとか、あとはまあそういうのありますけど、僕はねこれはやっぱしね、もう今の日本もうだんだんどんどんね犯罪もアメリカ化してます。本当に危ないです。変なやつもいっぱいいます。だからせめてこう催涙スプレーですね、マスタードガスみたいなこういうスプレーをね片手にこう持って、でこう歩いて帰ると、暗い夜道もしも歩かなきゃいけないときはそうしてもらえる、そうするのがいいのかなと思うんですよね。だからバッグに本当ちっちゃいものでもいいので、そういう護身用のねスプレーを1本持って、でそれを持ちながら片手でこう握ってですね、まあ、ちょっと見える感じがいいですね。こうやって私もこういう撃退グッズ持ってますよみたいな、そういう状態。あとはこうねこうブザーみたいなやつもあるじゃないですか。ああいうものもやっぱしね、まあ、せめてスプレーとブザーは持ち歩いた方がいいんじゃないかと思うんですよね。やはり犯罪する側の人間の心理を考えた場合に、まあ、痴漢のねそういう痴漢をする人たちの心理もなんかそうらしいんですけど、こうできない、この人難しいな、あこの人だったら、いけそうだなっていうのをやっぱ見極めてるというか見てるじゃないですか。やはりねやる側っていうのはそう犯罪を犯す側もなるべくこうね、難しくなくこう簡単にこうねことに至りたいっていう心理がやっぱありますからね、なるべくやっぱ捕まりたくないと思ってるわけじゃないですか。だからまず防御するっていうのが大事。あとですね、本当若い、女の子はね本当に無防備です、ね、本当にもう中学生の、女の子とか、まあ、ちょっとね、多感な時期の子っていうのは、外の世界、大人の世界に憧れたりだとか、あとはねいろんなこう誘いとかもあるんですよね。もうねもう本当に、15、6って言ったらもう女性は、まあ、女の子はねもう本当に、大人びてきますし、そういったですね少女特有のそのね、何とも言えないその何ていうんですかね、そういう性癖のある人いるんですよ。だってアイドルとかもねやっぱ可愛いじゃないですか、女の子はね。やっぱそのぐらいの子っていうのは元気にこうね明るくしてる、その姿見てるだけでこうなんかね、こう元気がもらうみたいなね、まあ、オタクの気持ちもわからないではないんですけども、ただねだからといってそういった対象に対してこう暴力的な、その自分の欲求をぶつけるっていうのはやっぱ人間としてちょっと間違って、まあ当たり前なんですけど、でも、ね、そこでやってしまうねバカがいるんですよね。でそういう突発的なバカの犯行に巻き込まれないようにしてほしいんですよ。でそのためにはやっぱしね親がですねもう本当に、口を酸っぱくしてですねちゃんと門限を決めて、本当に、ね、ぶったたいてでもいいので、本当そのぐらいの子っていうのは失礼、やっぱ危なげないんだ、危なげないので本当に、だからもうしっかりと周りがね目を光らせて、ちゃんと守ってあげなきゃいけないなっていうのも感じますよね。あともう本当にそういう変態たちたちにとってはすごく魅力的なんだぞっていうのもその本人たちも分かんないといけませんよね。本当になんかねまだまだ、自分は年もう本当にまあそのぐらいの年の子っていうのは自分が年取るってことすらも分かってないというか理解できてないというか、どっか頭がふわふわした状態なので、そういうところを狙ってくるんですよね、犯罪者っていうのは。だからそういうのに巻き込まれないように自分たちいかにそういう変態たちにとって魅力的な、ね、存在なのかと、魅力的に映ってるんだっていうのも理解した方がいいという、お話でした。事件に巻き込まれて人生を、ね、無駄にしないために、だから本当に 防御する防衛をするっていうのは本当に大事です。だから女性の一人暮らしの場合は玄関に、ね、カメラをつけておくぐらいのことをしても、ね、僕はいいと思うんですよね。でそのためのグッズも、ねネットを調べればそういうサイトありますし、なかなかこう取り付けとか難しいんだったら、まあ、そういう、ね、業者もあります。なのでそうやって、あここはまずいな、だから玄関に来た時にライトがパッてつくような、ね、状態にするとか、やっぱり嫌じゃないですか、あここはやめとこうっていう風になって、
そういう人間たちの、ね、リストから外される、そういう状態を作るのが僕は大事だと思うんです。巻き込まれないようにするために、防衛を、ね、してほしいですよね。まあ、県からの朝の、一言というか、まあ、お願いというかですね、ちょっと思ったので語らせていただきました。女性の皆さんね、自分たちの存在、自分たちのその、ね、体というのがすごくね、性犯罪者のちょっと異常、ね、性癖者にとって魅力的だということを今一度ね理解してもらいたいなと思います。はい、以上、県からのお願いでございました。ありがとうございます。